れをもう少しね効果的に使いたいですよね、平岡から西赤月、外空いている浜下、シュートだー、同点に追いついた平岡、いや最後森下か、なんと森下の攻め上がり、なんとなんと移籍初ゴール森下、同点アディショナルタイム。まず逃げる動きも素晴らしいですし、ここの切り返し、シュート、本当にフォワードの選手のようなプレーですよね。なんとなんと記念付き移籍で加入して、その森下の同点ゴール、ここにまずいるっていうのはちょっとびっくりしましたね。ですよね、はい。